ばんは、こんにちは、ガリーマンです。今日はね、カレーを作っていきたいと思います。はい、N ハーベストっていう、ここね、西荻窪っていうんですかね、ってところ付近にあるお店なのかな、スパイスとか紅茶とかドライフルーツとか売ってるようなお店のですね、このスパイスセット、スパイスミックスか、これですね。こっちはね、辛くないカレーのスパイスミックス、そしてこちらは、辛いスパイスミックスですね。で、今回辛いのじゃなくて、有機辛くないカレースパイスっていうね、こいつを使っていきたいと思います。このね、 N ハーベストさんの、商品っていうのは基本的にはこのオーガニックであるっていうことで、人間の体のことをすごい優しく考えているようなスパイスとなっておりそうです。僕ちょっと詳しくは知らないんですけども、ちょっといただいたものなので、これね、ありがたく使わせていただきます。はい、なんかめちゃくちゃいい匂い。だいたいね、入ってるものは、有機コリアンダー、有機クミン、有機カルダモン、有機シナモン、有機フェンネル、有機生姜、有機ターメリック、有機ニンニク、有機パプリカ、有機クローブ、こんな感じで、もう有機三昧な感じです。これはなんかいいですね。なんか気持ち的に有機って聞くとなんかいい感じがしますということで、こいつでいきます。早速作っていきましょう。まずはちょっと玉ねぎをね、切っておきます。Feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 do. I wanna marry you.When you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feel so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face.Becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery. And I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 do. I wanna marry you.このスパイスを、肉に一応振りかけてマリネというか、ちょっと事前に下味っていうか入れときますね。小さじ2ぐらい入れて、あと1杯分ぐらいはちょっと調理するときに使おうかなと思います。で、これを混ぜて、ちょっと染み込ましときますね。有機まみれなね、感じに。はい、絡めました。じゃあこれをね、放置しときましょう。大さじ3かな、やっぱ1、2、3。はい、これぐらいかな。ホールスパイスが入ってないんでね、やっぱちょっとホールスパイス入れたいので、少し追加しときます。カルダモンはちょっと3つぐらい入れといて、気持ち。クローブもね、なんか欲しいので3個、これも3個、なんか3個だけ若干ね。
クミンも入れます。ちょっとね、シナモンちょっと入れておきます。若干こんな感じですね。こんな感じで、あともう玉ねぎを入れます。乾燥したカレーリーフをちょっと入れました、今。あっちゅー。よしよしよし。で、ここにもうちょっと塩を、若干振っときます。弱火でじっくり。今日はあんまりトマトを使わずに、まあせっかくなのでスパイスの味を少し生かしたような状態で作りたいなと思ってるんで、まあ入れてもちょっとかな。ちょっとね、これぐらいの冷凍したやつ入れます。肉を入れていきます。まあ一からスパイスをね揃えてやるっていうのもありなんですけど、スパイスキットとかをなんかこう作って売ってるようなお店がたまにあったりするんで、そういったところのやつを購入するとかですね、まあ自分でもう最初からスパイスミックスをもう作っておくっていう、そういう手もあると思います。そうすると結構ね早く済んじゃうこともあるので、最初にマリネしたこのミックスパウダーを、スパイスミックススパイスを小さじ1入れていきます。全体にスパイスが行き届くようにちょ絡めたら、一回ここで蓋をしますと。で、まあちょっと蓋して、肉汁を出そうかな、みたいなことを思ってます。味見。うまい。え、うまい。ちょっと塩入れます。塩小さじ、ちょこっと、3分の1ぐらい。それでちょっとね、水を200ぐらい入れていこうかな。これで今200ぐらい入ったかな。よし、ちょっと蓋をして、ちょっと煮込みます。今なんかちょうどいい感じでもあるっちゃあるんですけど、もうちょっと入れようかな。水をね400入れました。
よし、煮込む。ちょっとだけブラックペッパーを、おりゃ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 、ブラックペッパーね、煮込んだらちょっと辛みが出てくるので、よし、シャバシャバの汁でこのチキンを煮込んでいく、でこう色がついていくまで煮込んでいこうかなと思ってます。で今ちょっと軽く味見してみたけど、あと 100ml ぐらい入れようかな。うん、まあこれぐらいか、 500ml ぐらいかな。今日4人でしょ、1、2、塩ね、もうちょっと入れます。塩はもうこの辺ぐらいからお好みで。いやーでもあれだな、やっぱ辛みがないとパンチがないの、美味しいけど。逆に今味見したところによると、玉ねぎの甘みとか、炒めた時の香ばしさが結構そのまま残ってるので、トマトをねがっつり入れるとこう結構濃厚になって美味しいんですけど、こういう風にトマトを少なめに、玉ねぎとスパイスと肉汁で、まあ、作った時に結構素材感っていうのが出てくるので、スパイスカレー楽しみたい時はあんまりトマトを多用しない方がスパイス感が引き立つかな。はい、で、もうほぼ出来上がりつつあって、 500ml の水を入れたんですけども、もうちょっと入れます。で、その時に、これですね、ごぼうね、最後サクッと入れて軽く煮込んでおしまいっていう感じでいきたいと思います。まあちょっと煮込まれたと思うので、追加で 100ml 入れていきたいと思います。じゃあちょっとね、水につけておいた、で水を切ったごぼうを入れます。ごぼうは体にいいので、おお、肉もねいい感じにほら色づいてきました。美味しそう、あーじゃあ美味しそう。はい、じゃあここで100入れようかな。うん、これぐらい、うん、あーごぼう汁って感じね、美味しい。この美味しいね、これごぼうのねスープみたい、本当に。あ、やっぱカレーをねこういう味わいで食べるっていう、ね、はい、じゃあまた一回煮込みます。それじゃあ、一応盛り付けたんで、これで食べていきましょう。いただきます。うん。ごぼうがね、結構美味しいです。これはね、毎日食べる。いや、本当美味しかったです。なんかチキンのね美味しさがすごいこう引き立つ感じで、やっぱね辛さがすごいあるとなんか気づかない部分も出てくるんですけど、この辛さがなかったらなんか甘みとか塩味とかそういうスパイスの香りとかもう一個一個がねなんか結構ね通り抜けていくような感じで、
あの実感できる、まあそんな感じでしたっていうか、まあ辛いの食べたい人はね、なんかちょっとパンチがないかなとは思うんですけど、まあとはいえあのスパイスカレーをね楽しむ上で、あの辛いの食べる前にあの辛み抜いたらどうなるんだっていうのを、まあ、一回やってみてもいいんじゃないかなと思います。そうすることによって、そのなんていうかな、ただ辛ければいいっていう風に食べてた、まあそれが好みで食べてた方もなんかこう別の目線でね、ちょっとスパイスカレーを見ることができるんじゃないかなっていう風に思うんですけどね。あのちょっとそういう風に考えてる人いないかもしれないですけど、僕は今ちょっとこれを食べて辛みがない部分でこんだけ美味しく感じるのっていうのはすごいいいなと思いました。それから今回ね、ニンニクと生姜、これ入れてないんですけどめっちゃ美味しかったです。ニンニクとかなくてもいいんだなっていうのは思いました。まあ、あればまた別の味になっていくんでしょうけど、なんかね、いいです。スープみたいな感じで、はい、そこをねちょっと僕は強調したいです。スープみたいな感じ、毎日だから朝から食べれそうな、そういう感じでしたね、うん、もし気になった方は、西荻窪付近にあるN ハーベストのミックススパイス、辛くないカレーのスパイスをねちょっと購入してみてはいかがでしょうか。はい、ってことで今日はこの辺で終わりたいと思います。次はねまたこの辛いカレー、このシリーズの辛いカレーがあるんですけど、そっちをちょっとね使ってやってみたいと思います。はい、それでは今回の動画が良かったと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方は、もしね良かったらチャンネル登録の方もしてご覧いただければと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。